アメリカの大統領選挙で当選確実と報じられた民主党のバイデン氏は、勝利宣言から一夜明け、早速政権移行への動きを本格化させています。バイデン氏は8日、家族とともに地元デラウェア州の教会を訪れ、長男などの墓参りをしました。また、この日、来年1月の政権交代に向けたウェブサイトを立ち上げ、 新型コロナ対策や経済危機などの優先課題に就任1日目から取り組むと決意を表明しました。9日には、次の政権で新型コロナ対策の行動計画を担う専門家チームのメンバーを発表する予定です。さらに、政権メンバーの人選にも取り掛かり、白人男性しか前例がない財務長官と国防長官には女性を起用するとの観測も浮上しています。 一方、トランプ大統領はツイッターで、落ちぶれたメディアがいつから次の大統領を決めることになったのかと投稿し、選挙の結果を受け入れない考えを改めて示しています。敗北を受け入れるよう求める圧力が身内の共和党や親族からも出始めたトランプ大統領ですが、依然として徹底抗戦する姿勢を崩しておらず、週明けから本格的な法廷闘争に入る考えです。 陣営は9日以降、ペンシルベニア州やジョージア州などで開票作業における監視が十分ではなかったとして、票の有効性を争う訴訟を起こす予定です。